皆さんこんにちは、ジャンバリドット TV ジローです。 DNA のバチタン専属のコデズキです。本日はパチスロ笑うセールスマン絶唱を2人で紹介したいと思います。まあ、仲良く2人で協力して、はい、解説の方を行っていこうと。まあ私、はい、笑うシリーズ、まあ、歴代ですよ、はい、打ち込んでおりますから。もう私といえば笑うセールスマン、はい、笑うセールスマンといえば高田といっても過言ではないというくらい打ち込んでおりますので、張り切ってまいりました今日。はいはい、僕もね、結構打ち込んでおります、はい、なんで僕も、かなりこう楽しみにしていたこの笑うセールスマン絶唱なんですけれども、笑うシリーズの DNA はしっかりと継承しつつも、まあ、6号機として新たに生まれ変わったということなんです、はい。そうなんですよ、もう多彩で強力な7大ドーントリガーっていうのがありますから、はい、こちらをぜひ紹介していけたらなと思います。いいですね、7大ドーントリガー。今作のどんどんラッシュは3枚数管理型 AT となっておりまして、純増枚数が 2.8 枚と、はい、まあ、6号機他には高純増の機械たくさんあるんですけれども、あえて 2.8 枚だからこそできる、多彩な出玉トリガーを搭載できると。そうなんですよ、この7大ドーントリガーなんですが、ラッシュ準備中は黄金劇場と千日戦勝がありまして、ラッシュ開始時は真と極めがあります。そしてラッシュ中は衝撃フリーズ、ドーンステップ、そしてどんどんプレミアム、こちらがございます。はい、これならいつどこからでも出玉のトリガーに期待が持てると。はい、もういつどこ何を目指せばいいのかが明確っていうのが素晴らしいところでございます。そうですね、そしてこの7大トリガー、ラッシュ突入時の約5分の1ぐらいでどれかしらを引けるというような確率となっております。5分の1だったらかなり期待できますね。はい、はい、その5分の1を踏まえてここで AT どんどんラッシュの初当たり確率をご紹介させていただきたいと思います。 AT どんどんラッシュ初当たり確率です。確率を見ると1日打てば5回以上は初当たりが取れると思うので、7台ドーントリガー何かしら体験できるってことですよね。そうですね、これが純増枚数 2.8 枚の、期待感と演出バランスとなっております。いやー楽しみでしょうがないんですけど、早速次第行きたいんですけども、まずは通常時のゲームフローを紹介させていただきたいと思います。通常時は前作同様、ゲーム数解除ゾーンの欲望モードと自力チャンスゾーンの副ゾーンが約100ゲームごと交互に期待できるダブルゾーンシステムを搭載しております。そして今作は新たに突如発生する3連ドーンを狙うので選出を搭載しました。こちら発生時点で AT 直行の大チャンスとなります。ステージは前作同様、酔い下げの街最上階に移行すればゲーム数解除のチャンス、副都心に移行すれば自力チャンスゾーンの突入チャンスとなります。前作を知ってる人であれば安心して打てますね。そうですね、っていうことはもう私たちはバッチリだと思いますですね。はい、それでは早速通常時の方から試打していきましょう。はい、さあそれでは早速試打の方やっていきたいと思います。はい、いいですか打って、はい、よろしくお願いします。お願いします。私がお力になりましたよ。いやどうし、まあ、もう打ち出しました。ちょっといろいろ喋りたいことがいっぱいあるんですけど。そんなに見た目だけでいけます？まず兄弟色変わってますから、はい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 、そうっすよね、夢川仕様ですよ。夢川仕様謎の仕様やっぱり、まあ、見た目違うだけでその、はい、あ死んだやって一目で分かりますもんね。そうですよね、打ち方はバー狙いで大丈夫そうですね。打ち方はバー狙いで左でバーを狙って打っていくという、こうもう一番ぐらいオーソドックスな打ち方ですよねですね。パチスロ好きな人だったら誰でも打てるようなおっと赤色ということはチェリーですね。左リールチェリーが止まったら右リールにボーナス図柄赤7もしくはバーを狙ってもらうと。中段赤7がチェリーでも大丈夫、あ中リールここ、あ右リール中段にチェリーでも大丈夫と。でこれ今チェリーでも7でもバーでもなかったので弱チェリーです。はい、ステージが今酔いかけの街ですね。はい、ゲーム数店長ですね。来たモグロさん、来たモグロさんで嬉しいですかそんな全然まあ、主人公ですからね。はい、ここチャンスアップは赤だったらチャンスアップ白ですね。楽しむためにはこの辺は変わってなくてはしゃぎすぎてはいけます。じゃあお先に行かせていただきますよ。はい、ここモード、あもう行ってるんですか。はい、あら僕も酔いかけの街に行ってた。これで行ったから来ましたね、もぐろさん3人いますからわがまさんだと若干チャンスですね。はい、
女性の方、この欲望の色にも注目ですよ、はい、はいはいはい、それも前作同様、はい、もちろんステップアップしていけばいくほどチャンスと、これで青になった、お、まあでも白のままいてほしいですよね、あ、スイカまで滑りましたね、スイカまで滑ったので中リールはフリーエッジで大丈夫です、はい、で右リールにスイカを狙うんですけど、この時スイカが外れればチャンス目になります、はい、はい、スイカです、前作取りこぼしなかったんですけど、今回右リールだけは目押し必要なので注意してください、あとチャンス目スイカ外れとダブルテンパイ外れっていうのもあるので、でもフラッシュ伴うんで分かりやすいと思います、はい、上がっちゃった、はしゃぎ上がるんですよ、これ前作の法則なんかも引き継いでる部分あったりするんですかね、ですかね、やっぱ白のまま行きたいところ、あ、緑まで行きましたよ、私、あ、青で発展、ここここ遅れるとチャンスですよ、あ、残念な若干シャッター開くの遅れたりすると、あ、チャンスアップなしです、ちょっとこれは厳しそうかな、チャンスアップなし、ごめんなさい、優しいんですモグロさん見逃しちゃうんです、優しいんですよ、はしゃぎすぎたのにもかかわらずそうです、もうしょうがねえなっつって、で前作から引き継いでる部分であったり進化してる部分であったりとかいろいろあると、そうですね、この右下のなんかセリフとかも新しいのありますよね、ありますね、あとは前作にもあった笑うポイント、あ、はい、あのユーザーに打ち手にとって不利なことが起こると溜まっていくポイントですけれども、まあ、これがマックスになると、お、これですよ、ちょうど今来ました、ここで示唆しております青、はい、でこれがマックスまで止まると AT 当選時に、どんどんラッシュが新どんどんラッシュや極めどんどんラッシュになったりすると、はい、いうことで、で、まあ、それは前作からあるんですけれども、まあ、今作から新たにモードの概念が追加されておりまして、はい、その溜まりやすいモードみたいながあったりするらしいですよね、溜まらんですね、ねえ、溜まりやすいところがあったりもするらしいん で、 で今作も、はい、ゲーム数の、はい、期待が持てるゾーンと、はい、チャンスゾーンの期待が持てるゾーンが交互にやってくる、はい、ダブルゾーンシステムなので、はい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 、今もうゲーム数の前兆がガワガワザワザワしてるのが終わったので、はい、ここからまた100ゲームからは基本的にはチャンスゾーンに当選しやすい、高額に上がりやすかったりとか、はい、200ゲーム近く打ってますけど、はいはい、結構前作踏襲してますね、そうですよね、まあ、似てる部分も多いんですが、うん、まあ、新しくなったものもあるということで、今回から三連ドーンを狙うのです演出なんかも搭載されていると、三連ドーンを狙うのです演出ですか、そうなんですよ、まあ、それが出た時点 で、 あ、そういうことですよね、はい、AT 当選の子と、ほー、見てみたいですね、今日一回引けるかなっていうところです、あ、でも200のゾーンに行っちゃうかな、なんか引いたかな、こっちはまだ間に合う、あ、ベルトリプレイのダブルテンパイが外れてチャンス目、171ゲームチャンス目です、なんかざわざわと、あ、流れを感じる、副都心ステージに行きました、あ、出た、ちょっとなんか青がかっておシャンティになりましたねもうちょっと青オレンジな感じでしたもんね、確かにもっと赤かったですね、さあ煽りが来て、わー、副ゾーンだ、これで副ゾーン、あー、出ましたね、副ゾーン、チャンスゾーンでございます、前作からあったチャンスゾーンなんですけど、はい、これちょっと回しますね、あー、紫ですね、背景、あの副ゾーン、そう、今おっしゃってくれましたけれども、これ背景で期待度を示唆していると、はい、黄色、赤、ん、紫、黄色、赤、虹と、はい、まあ、虹までいったらさすがにもらったようなもんでしょうけれども、で、ね、で5ゲーム、15ゲーム、5ゲーム、10ゲーム、15ゲームと続くチャンスゾーン、気象上に数字が揃えば晴れて AT 当選濃厚と、何か演出が欲しいですね、だからここでね、引くもん引けりゃみたいなとこありますよね、顔が、あ、来ました、チャンスです、これはいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、おー、チェリー右リール7狙う、あ、もう完璧、え、でも
27。あら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 、こんなレアなパターンで、すいません、いきます。ゴーゾロイか、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱイメージですね。さあ早速僕はチャンスゾーンから当選でございます、はい、なるほどですね、はい、じゃあちょっと待っててもらっていいですか。あ、待ってきますじゃあ、はい、揃った時ドーンビジョン綺麗でしたね。あ、そうですよね、今作から、フルカラーになったみたいで、はい、まあ、一瞬こうレインボーな感じでチカチカってなりましたもんね、うん、で他にはパターンとかも、はい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 、今言ってくれましたけれども、緑で点滅すると、点滅こうバーと色が出てくると、芯が潜伏しているモードにいるんじゃないかとか、これが赤だと極めが潜伏しているモードにいるんじゃないかとか、そういう話もあるんで、そういったところにも注目していただいて。そこは新しいですね。そうですよね、なかったんで、前作になかった演出で200ですね。だから良い影に行くと思います。良い影の上の最上階に行くとなおチャンスなんですけど、あ、行きましたね。あ、しかもわがまさん3人の中ではチャンスです。はいはいはい、あとはタイトルの色が赤ければ、なあ、白。前作赤かったらすごい期待が上がってましたね。そうなんですよ、ちょっと外したら泣いちゃうレベルです。やだ、白のまま行くことはないですね。なかなかないですよ、白のまま。ちょっと本当きつい。ちょっとそのイメージできてないんじゃないですか、全然。あと2ゲームで上げましょう。あと2ゲームでも黄色と緑で2段階、2段階しか上がらない。自力じゃないですからね、ちなみに。そうなんですよ、もうあと黄色までしか行かないですからね、行っても。ここで閉まります。あ、すごい、行った。ちょっと遅れれば、これはここの赤文字の方が何だったらチャンスですか。あー、チャンスアップもありますね。影も、はい、チャンスアップ。これは大丈夫です、もらいました。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、あー、すごい。これ外したら帰りました、私。愛深きゆえによく聞かないからです。かっこよ。ということで僕がチャンスゾーンから、はい、高田さんが、ゲーム数から当たりましたね、はい、ここで2人揃って AT どんどんラッシュに当選したということで、はい、どんどんラッシュのゲーム性を説明していきたいと思います、はい、お願いします。今作の AT どんどんラッシュは純増 2.8 枚サマイス管理型 AT になっております。どんどんラッシュに当選しましたら、まずは初期枚数決定ゾーンどんどんアタックに突入します。このどんどんアタックには3種類ありまして、1ゲーム完結型のドーンチャンス、そして7台ドーントリガーの黄金劇賞と千日戦賞があります。初期枚数が決まりましたら AT どんどんラッシュに突入となるのですが、このどんどんラッシュも3種類ありまして、通常のどんどんラッシュ以外に7台トリガーの新どんどんラッシュと極めどんどんラッシュがあり、上乗せ性能が大幅アップとなります。ラッシュ中も7台トリガーのドーンステップ、衝撃フリーズ、どんどんプレミアムがありまして、ラッシュ準備中、ラッシュ開始時、ラッシュ中とどこからでも強力なトリガーの期待が持てるゲーム性となっております。それでは早速初期枚数を決定するゾーンのどんどんアタックからやっていきましょう。はい、それでは高田さん打っちゃってください。いいんですか、先に。はい、お願いします。行かせていただきます。音かっこよすぎません？かっこよい。ちょっとまあ、かっこよくなかったです。なかなか価値観が合わないなとは思いますけれども、あの注目してほしいのはかっこいいかっこよくないじゃないんですよ。カバンの色のエフェクトです。いや、かっこよかったですけど、まあまあそこは。カバンの色のエフェクトです。あ、ここですね。はい、そのエフェクトの色に注目していただいて、はい、まあ、レア役なんかを引けば、格上げ抽選が行われておりまして、うん、なるほど、その後の初期枚数決定ゾーンが変わってくるということなんで、まあ、レア役なんかは、チャンスとなっております。叩きどころでしたから。なるほど、はい、いいですか、行かせていただいて。はい、お願いします。じゃあここなんだったらレア役弾けるように長引かせた方が。そうですね、早っ。これもう行っちゃうやつですよね、これ。行っちゃうやつですね、完全に。これ行っちゃう。でも、まあでもこれでも出てくることはあるんですもんね。もちろんです。ドーンチャンスでした。さあ、出てきたのはドーンチャンスのカウントアップということで、はい、ドーンチャンスにも、はい、
4種類ございまして、うん、一撃カウントアップ連撃連打とあるんですが、はい、その順番通りに、上乗せ期待枚数が上がっていくというような感じになってますんで、カウントアップなかなか早めに出てきましたけど、そうですね、下から2つ目あれ、まあ、でも一撃よりかはいいというような感じなんでポジティブに、もうポジティブにいきましょう、決めますね。じゃあこれは押すカウントアップってどんな感じなんですか。なんか見たことありません、これ。時間はある気がします。気にしないでください。初めてです、この台。あれ？あ、なんか見たことありません、これ。いやいや、ないです、ないです。あ、ちょっと見たこと。あ、いやいやいや、初めてのはずですよ。初めてのはずです。あ、いっちゃった。もう一回プッシュしたかったけど、150枚でした。はい、まあ、ぼちぼちですよね。まあ、でもまあ、ここがスタートですか、はい。まあ、あくまでスタートです、そうです、そうです。この後が長いですから。はい、そして、あの、ドーンチャンスの、はい、まあ、4種類終わった後に、うん、幻フリーズなるものが発生することがあると。なんか聞いたことない。ないはずです。ないはずです。で、そちらは、はい、大量上乗せにも期待ができると。はあ、なるほど。はい、いうものが存在されております。はい、わかりました。いきますか？お待たせしました、本当に。いいですか、行かせていただいて。長い時間待たせてしまいました。さあ、行きます。はい、このプチフリーズみたいなのがまずいいですね。いいですよね、音たまんない、音たまんないですね。さあ、なんか弾いてくれ、レア役を。カバンの、お、弾いた、きょん、うわー、ジャックか、上がらない。行っちゃいますね。頼む。ああ、ドンチャンス。はい。お？あ、こんなのなかったです。ドンチャンスと思いきや。黄金劇場来ましたよ。見たことありません、これ。え？見たことありません。いやいやいや、あるわけないじゃないですか。初めて打つでしょ。あれ、なんか。こちらの ST タイプの上乗せゾーンとなっておりまして、3ゲーム間にドーンと発生すれば上乗せです。はい、はい、上乗せすると3ゲームまたリセットと。でもし3ゲーム間の間に上乗せできなければ、このドーン玉を使って、再度上乗せしてくれて、使った時はまた3ゲームリセットされると。なるほど。ああいうような感じ で、あと大事なのはこの星座なんですよ。うんうん、星座どっかで見たことあるかもしれないですけど、いやー、ほんと、うん、なんか星座が大事で、最低上乗せ枚数と、あと継続率、まあ、これのこう組み合わせによってこう星座で示唆してたりもするんで、んー、なるほど、これ大事。ああ、いや、もう分かります、言いたことは分かりますけれどもさあ、はいはい、早速じゃあもう3回ドン玉3個あるってこと、3回は乗るってことですね。最低は、最低3回は続きます。早速いやよ、まだよーし、これで20枚上乗せと。で、はい、残り3ゲームに戻りましたね。おー、いいねー、第3停止。ちなみに今回は水亀座なんでバランスタイプと。お、3回ですね、今作のボタンは。あー、ダメ、おやおや、あ、あー、これが使ったってことですね。これで1個使っちゃいましたね。だからこれ自力で継続させる分にはこのドン玉使わないので。おや、チャンス目？あれ？どうした？チャンス目ですね、多分。チャンス目ですね。はい、プラス50枚。2万、面白そう、それが良かった。これいいですよね、サクサクこの上乗せしていく感じいいですよね。はい、あと1個ですよ。いやー、まだまだ頑張りたい。念のためというかあれですけども、はい、バランス以外に何か あったりしますか？バランス以外ですか？バランス以外にスピード、はい、パワー、波乱と。まあ、なんとなく、お、ドーンと。気持ちいいやつ。さあ、70枚。でかいね。いいですね。でかい。
じゃあ全部で4タイプです、ね、はい。なんとなくこうイメージつくかもしれないんですけれども、うん、まあ、パワーは、上乗せ枚数が大きいけれども継続しにくいだとか、スピードは、それの逆で、上乗せしやすい、まあ、継続しやすいけれども上乗せ枚数自体は少なめであったりとか。あー、これ3つ目使っちゃった。終わっちゃいますよ。大丈夫ですか。頼むぞ。またやぞ。お、これは大丈夫でしょう。うまっ。スイカ終わってしまうのか。またよ。頼む。よし。仕事しますね、モグロさん。してんのは僕です。あれ、モグロさんじゃなくて、いやいや、僕が仕事してるんですよ。モグロさん頑張ってるの。おや、あ、やだやだ、うわあ。お楽しみはこれからですよ。ラウンド10270枚ということで、はい、めちゃめちゃ頑張りました。あー、まあ、そうですね、まあ、はい、でも黄金劇場の上乗せ期待枚数って300枚なんですよ、はい、300枚足りてない。今回ドーンチャンスと、はい、黄金劇場2つしか見せられなかったんですけど、はい、黄金劇場の上位版として、はい、千日戦勝っていうものがございます。千日戦勝、噛んでませんか。あ、何か、あれ、なんか聞いたことあるような気がするんですけどね。そんなわけありませんよ。全然こちら上位版となっておりまして、はい、すごいんですよ、はいはい。まあ、まず最強星座の射手座が出現します。はいはいはい、はい、射手座が出現しまして、最低上乗せ枚数がマックスの30枚、はい、で継続率もマックスの 80%、はい、さらにドーン玉も7個保証ございます。おー、強いでしょ。これ行くとこまで行きますね。いや、それは。そうなんですよ、はいはいはい、上乗せ期待枚数なんと1500枚オーバーでございます。拍手。これ300枚でしたもんね。これ300枚オーバーと1500枚オーバーってもう、はい、えらい違いですよね。では初期枚数が決まりましたら、はい、次ゲームからどんどんラッシュ開始となるわけなんですけれども、はい、ここにもチャンスがございます、はい、次のゲームから真であったりだとか極めという文字が見えたら、はい、大チャンスでございますんで。大チャンス、またいい音するんでしょうね。するでしょうね。するでしょうね。ここが叩きどころとなっております、はい、早速いいですか。どうぞ。では行きます、はい、あれ、どんどんラッシュ、通常のどんどんラッシュと。そうですね。右中です。では、あ、行っていいですか。次、高田さん。はい。通常パターンと、はい、いうことで、通常です。今回僕たち2人とも通常のどんどんラッシュでしたが、はい、これが真とか極めに行った時にはどうなるかと言いますと、はい、まず真どんどんラッシュ、こちら上乗せインパクト抜群の、真どんどんラッシュらしいこう仕様となっておりまして、なるほど、枚数上乗せ時には3桁上乗せが濃厚、うん、そして、どんどんアタックストック時には複数ストックと、はい、かなり大チャンスな。なるほどですね、7大トリガーふさわしい感じですけども、はい、極めも負けてないですよ、はい、極めも超高確率で枚数上乗せとストックもしますんで、はい、圧倒的な、まあ、安定感ですよね、極めは。あ、そうですね、真は波乱、はい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 、極めは安定、これはもう歴代の歴代の笑う投手してますんで、そうですよね、はい、ただあの通常のどんどんラッシュといえども、あの上乗せしないとかではないんですよ、うん、あの真とか極めにはもちろん見劣りする部分があるんですけれども、それでもレア役を引けばチャンスであったりしますから。まだ他にもありますからね。いや、あります、あります。ドーンステップだったり、はい、衝撃フリーズだったり、はいはいはい、どんどんプレミアムもございますね。あ、いいですね。ここからまだ目指せますんで。はい、わかりました。ということで引けたらいいですね、どれか。いや、引きましょう。どれか3つのうちどれか。 まずはレア役、目の前のレア役から。はいはい、それでは打っていきたいと思います。はい、あ、今回もあるんですね、右下。ありますね。わらですね。あ、でも今回違いますね。モグロ、福蔵まで出てますよ、僕。前回1文字だけだったんで、はいはいはい、1文字ずつ増えていくパターンなのか。今回座ってないんですね、モグロさん。大丈夫かな、疲れないから大丈夫かな。心配。あ、外れが。おっと、僕もちょうど外れです。これあの外れの連続で、7大ドーントリガーである
ドーンステップの抽選を行っておりますと。だから連続させることが肝になってくるので、この次また外れを引ければ、外れ大事なんですよね。外れ大事なんですよね。ナビなし、ナビ出ちゃった、あっちゃ滑っちゃった滑っちゃった。あ、チャンス目、お、あ、でも上乗せが、チャンス目、上乗せ潜ることありますよ。潜ってますね、これきっと、きっとあるでしょう。なんでしょう、おぉ、行ってますこれこれも行ってますこれ、大丈夫ですか、行ってますか、行ってますか、来ました来ました、かっこよ、なんか壮大な演出が、これはなかったですね。ここで強チェリー、あ、強チェリーに乗りました。強チェリーで速で乗ったパターン、そうですね、多分チャンス目が最後に回された可能性ありますよね。はい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 、ありますね、ありますね、はいはい、ここから上乗せループすることありますから、はい、おっと、そういうの、そういうの、こういうの、こういうの、あ、外れだった、あ、外れあ、でもループしてますよ、あ、もう一回ループしてほしいし、外れも来てほしいし、本当ですね、なんかいろんな、いろんな感情が、いろいろ大事なレバーになりましたけど、これ来てるんじゃないですか、あ、でも波が出ちゃったけど、ループはあるでしょ、おー、すごい、でかい、まだ来ますか、あー、いなかったです、すって、すっていなくなりました、すっていなかったです、はい、すっていなくなりました指出てますね、指出て、触れ合いましょうよ、指が出てるって感じですか、はい、あ、もう、いいですよ、いいですよ、見てください、あー、指出なかったあ、あ、嘘、今作から AT 中も副ゾーンに、当選します、はい、さあ、私、副ゾーン上手いですからあ、そうだったんですね、はい、1の1なんで、なるほどなるほど、はい、1の1です、3とか7がいいな、おお、指、あ、レア役ですね、あ、でも副ゾーンでこれ今まではなかったです、ナイス、おー、拍手、これが綺麗、上手ですね、ありがとうございます副ゾーンの二郎ですからこれでどんどんアタックの、ストックということで、はい、このどんどんラッシュ終了後にこのどんどんアタックが出てきます。なるほどなるほど、ナビなし、ナビなし来るだけでドキドキしません、ね、ドキドキしますよね今ちょうどそうでした、おーって思っておっと、およ、おお、2回ハズレ2連でザワザワと、互いハズレ2連ですけども、はいはいはい、どうぞ先に、お手本見せてくださいよ、いいんですか、はい、引いちゃいますよハズレ、お願いしますよ、ナビ出ちゃったナビ出ちゃったよもうということで2連でした、はい、行かせていただいていいですか、もうイメージはできております、あ、出たイメージ、はい、ナビを出さない、はい、出ません、すごいイメージですうさんくせおー、ここまではいい、いいじゃないですか、おー、これで3連、はい、これでも大チャンス、はいはいはい、チャンスですよね、チャンスですよ、次でドーンステップほぼ濃厚と、いきましょう、イメージですねはい、おお、すごい、ナビ出てない、はい、すごい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 、これでドーンステップ突入ということで、はい、まあ、ドーンステップとは、まあ、今作から新搭載された3桁枚数上乗せを呼び込む、5分の1のガチ抽選となっております、はい、で規定ゲーム数が5ゲームで1ゲームごとに、ランクアップしていくと、報酬がアップしていきます、なんでこう1ゲーム追うごとにさらにこう
手に力がこもるような展開になっていくというものになってますんで、はい、目指すはあれですね、目指すは一番最後に待ち受けている、あれだけ射止めればなんとかなりますから、そうですよね、はい、いきます、はい、あ、こういうことですね、ファースト、セカンド、サード、あ、そうですよ、あ、ボタン出ましたよ、ボタンが押してみてください、3が消えました、図柄消去演出でございますね、あの前役でこの図柄を消去する抽選をしておりまして、まあ、本来5分の1だったのが1個消えたので次4分の1になったということで、で、あと、まあ、外れたとしても、はい、あの真ん中の図柄が W であった場合は、次ゲームまた、図柄消去の抽選、図柄消去のチャンスと、でこれもし1が止まったら111枚乗るってことですか、そうですよ、そのまんま枚数は乗せなんで、あ、これちょっと早いですね、これ寝押しは直視はきつそうあ、でも W、 まあ W 狙いましたからできる女は W もこうやるんだよっていうのを見せしないと、まずね、はい、まずこれで次は図柄が消えますよ、3になりましたね、セカンド2つ消えました、事件です、ちょっと本当恐れ多いんですけど手汗が一気にダーって出ましたけど、あ、チェリー、うわ、あ、それもだからあるんですかね、図柄消去の挟んでみますか、はい、あ、ジャックチェリーですけど、ここ大事ですね、はい、おお、すごい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 ですね、これで333枚乗るんですね、でなおかつ、このドーンステップなんですけど、す、はい、上乗せしたら終わりじゃないんですよ、5ゲーム、規定ゲーム数の5ゲームを消化する、もしくはまあ最後の、W を揃えるまで続きますんで、なるほど、まだ終わりません、あ、じゃあ次もあるってことですね、次もあります、わー、いや、これもすごいです、うわ、ただ5分の1、えい、ちょっと雑じゃなかったですか、そうですね、ちょっとイメージが足りなかった、イメージがちょっと消去の、あー、4分の1ですね、わー、いや、でもこれは、はい、あえて W を止めましょう、 W か7、ちょっと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 、そんな思いで売ってるからですよ次めちゃめちゃ大事です、はい、だからレア役なんかを引ければ大チャンスと、あ、プレッシャーがすごい、ナビが出てます、お、あー、でもいや、4分の1怖い、いや、頼みますよ、見たいよ、イメージです、見たい、いきます、はい、おお、すごい、わかりましたか、これがイメージの力です、これ、愛ですね、完全にW が揃ったんで、どんどんプレミアムと、緊張した、うわ、すごい、いや、結構天作どんどんプレミアム引くの難しかったですけどね、そうですよね、じゃあ早速っていいですか、ちょっと待ってください、いやいや、先にちょっと説明させてもらえませんか、あ、まあ、そうですね、はい、まあ、多彩な劇から突入する本気最強の上乗せトリガーとなっておりまして、基本ゲーム数10ゲーム、はい、そしてマイゲーム3桁上乗せと、素晴らしい、素晴らしい、これ通常時フリーズであったりとか、うん、副ゾーンドーンステップの W 揃いで突入する、もうほんま最強のトリガーですから、またカットインとかあったりしますよね、あったりしますね、また出た時に言います、あー、わかりました、ちょっと出してもらったらなと、あ、じゃあカットイン出します、はい、いいですか、行かしてもらってさあ、あー、緊張する、かわいい、かわいいはちょっとよくわかんないですね、マイゲームっていうのがすごいですよね、すごいですね、まず100枚、気持ちいい、でもちろんレア役なんかを引けばチャンスと、なるほどなるほど、はい、カットインは欲しいところ、100以外もありますよね、もちろんあると思います、セリエクス役に応じて100、うわ、あと3ですよ、ちょっとまあ、カットイン出てないんですけどカットインが出たらのお話しますか、はい、もし出て、はい、7を、ね、狙えと言われるんですけれども、うん、それ揃った時には、1000枚上乗せと、そうなんですよ、1000枚ってもうよく分かんないですからね、意識しすぎてちょっと欲望が溢れちゃってますよ、そうなんですよ、もうやばいんですよ、ダメですダメです、隙間だらけで、あ、ちょっとどうしよう、頼む、あー、引けないかもしれない、カットイン、
ラストです。さあ最後イメージですね。イメージ、はい。あ、でもナビないっすよ。ハズレでした。ハズレに愛された女。全部100枚だということで。あ、そうか、あ、はいはいはい、ローステップの分も合わせてってことですね。いやでもすごい。すごい。やっぱり4桁って幸せな気分になりますね。本当ですよね。なんだったら最低でしたからね。あのどんどんプレミアムは最低枚数でしたから、ね、最低枚数でこれだけのパンチありますから。あ、じゃあ行かせてもらっていいですか、はい、ここから行きますか、はい、残り1600枚ございます。すごいな。終わらないかもしれない。いやでも4桁は本当羨ましいですね。いや、いいですね。ただあの1500枚取るまでもぐろさんに立っててもらわなきゃいけないっていうのがすごい、本当忍びね、ごめんねって思いますね。全然何、あ、うわ、え、壊した、なんか消えた。そんなのあるんですか。これもしかしてあれですよね、衝撃フリーズじゃないですか。これがそうなんですね。あ、止まらない。あ、もちろん今レバー動きません。あ、止まらない、止まらない。あ、行っちゃう、行っちゃう。これ思い出が、たくさんの思い出たちが。すいません。いや、よし、いや、すごい。一撃千枚はのせ。いや、本当その通り、笑いが止まりませんよ、これ。いや、本当ですね。え、すごい。壊したと思った。そうっすよね。意味不明な音鳴り出しましたから、いきなり。1300枚。そうですよ。副ゾーンもなかなかトリガーへの近道でありますよね。確かに、まあ、W 揃えちゃえば話早いですよ。あ、とか言ってたら行きました、副ゾーン。出た、副ゾーンの男、見せてくださいよ。副ゾーンの男行きますよ、副男行きますよ。なんか一気にお正月感出てきた。おったでしょ。お、これはチャンス目か。チャンス目だ。あ、リプレイ。あ、イエーイ。ちょっと見えてはいけないことが見えた気がするんですけど。言ってたら引くし、怖っ。やはり副ゾーンは近道でございますね。じゃあいいですか、ちょっと話してもらっていいですか。私7カットイン出なかったんで。さあ頼みます、どんどんプレミアム。本気最強ですから、いきます。はい、カットインが見たいです。そうですね、はい、見たい。プラス100枚。うわぁ、 BGM もまたいいなぁ。あ、波出し、外れ、カットインを。うわぁ、ここで枚数が出なかったとということで、まあ、一定枚数を獲得すると、はい、こういう形でエンディングへと突入しますと。いやー素晴らしい。私も行こう。うわ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 、オシャンティーじゃないですか。これはもう、これはここ宿になってますからね。見たい。すごい。私も頑張ろう。ある程度実践して、はい、楽しんだわけですが、まだ物足りません。いや、わかります、確かに気持ちはわかります。、はい、あの、僕まだまだ回したいんですけど、ちょっとなんかどうですか。私もこの仕事始めて、はい、長いわけで、はい、もうそれはちょっとまとめに入ってるんじゃないかっていうのを察知しましたんで。なんかじゃあ感想くださいよ。あの、今日売ってみた感想であったりとか振り返りというか。いや、やっぱ、はい、前作踏襲してる面がすごい多いですね。はいはいはい、そこは安心というか嬉しかったですね。まあ、高純度もいいですけど、はいはいはい、やっぱ楽しい時間短いじゃないですか。そうなんですよ、あっちゅう間に終わっちゃうです。そうなんですよ。まあ、それはそれの良さがあり、そうなんですよ。 2.8 は 2.8 の良さがあると。いや、
これぐらいゆっくりもぐろさんとイチャイチャしてたいですよ。私これぐらいイチャイチャできてないですよ。あのなんか指出てくるたびにちょん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 やってますけど、全然イチャイチャじゃないですよ。それ、それの時間なんです。ここは大事なんです。あ、え、青、青で揃いました。おお、かなり揃って50枚。僕あの前作から進化したなと思ったのが、はい、AT 突入してから、うん、なんかやっぱり期待感すごいって言ったらちょっとあれですけど、本当いろんなルートがあるわけじゃないですか。そうですね、例えば1000枚出すにしても、ね、初期でこう黄金劇場とか千日戦勝でドカンと乗せちゃうもそうですし、うん、あとは通常のどんどんラッシュだったとしても、まあ、レア子役なんかから、ね、アタックストックしてみたいなこともありますし、7台ドントリガーなんかを引けばね、もちろん1000枚ぐらいは目指せますから、だからいろんなこう出し方がある台って僕すごい好きで、最後まで諦めたくないタイプなんで、で考えると僕の欲望はもうどんどん溢れてきちゃいますね。溢れますよね。いや溢れちゃいますよこれは。お、すごい。最後に決めていいですか。ちょっと、まあ、福男が最後見ておきます。はい、最後に何か揃えられたらいいなと思います。はい、黄色でございます。大チャンスです。大チャンスとちょっといい大チャンスでございます。いや黄色なだけで結構、いやまあまあ確かに、ね、上がりますから。確かに前作もあーっと身が出てしまう。先輩すらしない。多分なんなら3とか7とか見たいっすよ。いやそうですよね。いやでもそれならそれでちょっと延長しちゃうかもしれないですけど、あちょっと本当にナビなしでございます。でも演出もないですね。おっとリプレイ。もう一回テンパイしなきゃ、最後テンパイしなければってところですね。一応チャンスアップありますけども、あテンパイしますね。あ、8。あスーって。というわけで、はい、残念ながら、実戦終了のお時間がやってまいりました。私も W 揃えたかったんですけど。確かに気持ちはわかります。そのしかも1400枚も残ってますから、まあ、確かにそんだけあれば何かしらやね、え本当です、起こりそうな気もしますけど。ここからがむしろ面白いとこですよ。もう僕もうウイニングラインに入ってますから。ゴールテープは僕が先に切っちゃいましたんで、はい、ということで本日はこれにて実戦終了でございます。はい、はい、ということで笑うセールスマン絶唱を打ってきたのですが、はい、小田さんいかがでしたでしょうか。喋っていいですか。もちろんです。5時間ぐらいいただきますけども、5時間はちょっと1分ぐらいにまとめてください。すいません。ですか。いや語りきれないですけども、なんと言ってもですね、はいはいはい、あのサマイス管理になったことでやっぱガラッとゲーム性は変わったんですけど、はい、まあでも前作を踏襲してる部分も、はい、まあ、たっぷりありましたし、まあ、新しくなった部分もあったりとしたんですけども、はいはい、やっぱ7大トリガーですよね。いや本当に私2つしか弾けなかったですけど、はい、ドンステップとドンドプレミアム、まあ弾けたんですけど、あと5個ありますか。5個もありますか。あと5個もあります。これはもうどっかの動画でやりたいと思います、はい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 、私勝手にホールでのお楽しみ。はい、ホールで頑張りたいと思います。はい、どうでしたか。僕の感想としましては、はい、まあ、やっぱさっき小田さんがおっしゃってましたけれども、うん、まあ、7台ドントリがこれ抜きでやっぱこの台語れないでしょ。いやそうですよ、もうそこが目標ですからね。はい、でまあ僕今日3つかなできたんですけど、その3つでやっぱパンと完走しちゃいましたから、はい、なんならちょっとこうオーバーしちゃったんじゃないかぐらいのあのエンディングの突入の仕方でしたから、これがだから2つとかですら多分エンディングまでいけたんちゃうかなって思ったりもするんで、うん、こういろんなこう出玉のケーキが、はい、あのたくさん出すケーキがあると思うんで、そうですね、もうほんまにいろんな出し方、なんなら7台ドントリが全て引き切って、うんうん、十分にまた堪能したいなと思うような話題でございました。はい、しかもさらに言うとですよ、この7台トリガー約5回に1回ぐらいで、弾けますよというぐらいの確率らしいんですよ。どうやら簡単です、ね、詳しくは分かりませんけれどもね、5回に1回ってね、はい、でしかもその、まあ、1回、まあ、どれが弾けるか分かりませんけれども、その1回次第ではたくさんのね、あのバンと乗ることもありますから、はい、あのとても、まあ、楽しみがいのあるような台なんじゃないかなと思います。はい、あと本日お見せすることができなかった7台ドーントリガーがまだまだありますから、はい、こちらは皆さんぜひともホールで体験していただければなと思います。はい、ということで皆様もパチスロ笑うセールスマン全勝をホールで見かけた際はぜひ遊戯してみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。